こんばんは、ダンスボーカルグループウェバーダンサーでリーダーのアルファベット10番目の男 J でーす。ボーカルのハヤトでーす。ボーカルのタカです。ダンサーのリトルスキータでーす。ウェバーのラジオ今週もお願いしまーす。あー、堂々チューお前秀樹、それはウェバーじゃないからね。ということで6月になりまして、もう今年もね半分が過ぎようとしてるんですけれども、早いんですが、先週になるのかな、今週頭かな、ウェバストボリューム10ですね、はい。ライブもするけどみんなで喋ってみますスペシャルという J さんプレゼンツの、ウェバストがございましたが、はい、やってみてどうでしたか J さん。思い通りに行きました。 逆にどうなんか二重明治通りではあった。あ、本当、うん、あの最高貯金額聞けたから、もう、 そうだよね、もう俺はいいのよ。ちなみにいくらだったの。え、ちなみにいくらだったの。いやいや、さすがにちょっと J さんの目の黒いうちは、目の黒いだろ。あとなんかすごくまたスキートの貯金額を聞いてから喋ってるから、だから一応仕事もあの時も話したけど仕事も知ってるから、そんだけやったらそんぐらい稼げるんだって思いはできたでしょ。だから港区のマンションが8つぐらい買える。買えねえんだよそんだけ言うとかちょっと少なかったと信じる人がいるからなんか俺コメントですごい稼いでるんですねみたいな聞いたのが一回でも稼いでましたよ聞くところによると、ね、夢はあるかなっていう。いいな。まあそうね、そんなボリューム10でしたけれども、うん、今日は、昨日今日か、うん、FC ツアーで日光に行ってきまして、いや日光に行こうよ、みんなと楽しい思い出が作れたんじゃないかなって思ってます。あのサブタイトル何なんだよ。お前が考えたんだよなんだっけ、見ざる聞かざる、なんだっけ、ウェバざる、いやそこはウェバざれ、何度でもハッピーバースデーそうなんだよ、2年ぶりなんだっけこれ。実はほら企画してたのはね、それがコロナで20年の4月とこだったよね。20年の4月か。だからもう本当にコロナで本当に一発目の緊急事態宣言とどんかぶしたんや。そっかそっか。でも今回行けて何よりでございますけれども、何よりだよ、うん、ね、いい思いもできたんじゃないかなと思います。はい、はい、ということで今週も楽しく元気にお届けしていきます、はい、チャットも盛り上がっていってください。そしてたくさんのコメントもお待ちしております。ハッシュタグはひらがなでウェバラジです。それではまずウェバーの曲を聴いてください。ウェバーで Evolution Change Remix。したのはウェバーでエボリューションチェンジリミックスでした。改めましてこんばんは、ダンサーでリーダーのアルファベット10番目の男 J です。ボーカルのアルファベットす、んーボーカルのアルファベットは V ボーカルのアルファベットは V やな。ハヤトです。ボーカルのタカです。ダンサーのリトルスキートです。ということで、まあね、先ほどもちょっとこちらと言ったんですけれども、今年も6月に入りまして早いよ。もう今年もね半分が過ぎようとしておるんでございますけれども、もうすごいね、半分終わっちゃったんだ。そうだよ、だから まだ半分じゃない、今月終わったら半分や。でもさ、この時期になるとさ、なんか今年って何やったっけって思う時期になってこない？なってこねえよなってこいよなってこねえよなってこいよ企画潰しまあね、6月はウェバーの結成月でもございますので、ね、そうね、あの甘がみは許せよハムハムしてんじゃねえよ。今年何やったっけは振り返らないんだ振り返らない、そういう話はどうでもいいんですよどうでもいい、どうでもいい。今日はね、僕企画を持ってきたんで、はい、ちょっと今回はそれをねやっていこうかなと思います。よっこいしょ。ウェバーの結成月っていうこともありまして、うん、ウェバーのこれまでの歴史をねちょっとクイズ形式でおさらいしていきたいなと思っておるんです。いいじゃん。題して題してウェバーそんなことあったね事変。あーどののちーはーい
結成したのがね、乗っかりすぎ結成したのが2013年でございますけれども、はい、それから約9年間、早っ、まあいろいろね経験をしてきたということで、その各年ごとにちょっと2問ほど、クイズを用意してきたので、みんなで答えていきたいと。もう覚えてないよ。ってことは肉18ってことですか？いや肉、あのそんなはないと思うけど、うん、まあみんなに、まあ、やっていきましょう、やっていきましょう、やってこう。でみんなにはあの答える形式として、俺がせーのっていうんでみんな一斉に言ってください。多分バラつくと思うんで、一個ずつ僕が聞いていくってスタイルでいきましょう、はい、まず2013年から問題です。2013年6月13日は何がありましたか？これはもう、え、むずくない？これ言い方、そう、言い方が揃うのっていう話、うん、あーでもニュアンス揃ってればいいですよ。何がありましたかでしょ、うん、あ、OK、 もうあの何がありました、出来事ですから、うん、出来事ね、はい、うん、OK、 じゃあいきますよ、うん、せーの、お披露目ライブ、え、ライブ、プランチャイムライブ、はいはいはい、お披露目、お披露目、うん、あ、だからそういうことですよね、うん、そうやね、正解はウェバーお披露目ライブでした。お披露目ライブでした。3人で正解。それは全然大丈夫です、うん、なんかそれは当ててもらわないとこっちも、うん、あーってなっちゃうんで、プランチャイムライブでね、うん、そう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 、初めて、初めて俺の髪が真っ赤だったんですよ。真っ赤だったね。本当に俺とさ、タカでさ、楽屋で撮った写真のさ、うん、一番後ろの方で土井さんがすげー笑顔してるんだ。土井さんをあのうちらのあのアドベンチャーのライブにも、はい、出てましたから、ね、J さんが静止してたっていう。やめてやめて、土井さんの方が先輩なんだけど、そうなんだよね、そうそう、全然そう、土井さんをひたすらいじる。はい、ウェーバーのお披露目のライブが6月13日ありまして、ありまして、もう一問2013年から出しますね、お、どうどうす、いきますよ、いきますよ。2013年10月15日は何があったでしょう？10月15日、出来事というか、まあまあまあ、え、10月15日はい、え、なんなら今も続いてるものですね。2013年10月15日10月15です。に今も続いてんの？今も続いてますね。え、わかった、あ、わかった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 、聞いてんのそれ、わかった。てか、うん、せーの、ウェバストラブ、ファーストラブ、あ、ウェバ、ファンクラブ、あ、ファンクラブ、ファンクラブ、ウェバスト、ウェバスト、ウェバスト、正解はウェバー公式ブログ設立。続いてる、続いてる。いや、おい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 、ハヤトはかろうじて首の皮一枚でつながってる。続いてる。もうタカはすべての SNS をやめた。大分裂した。大分裂。ブログか、13年ですの10月15日に、10月15日ブログがスタート、まあ、誕生日の7日後って言おうとした俺は。9年。そんな全然今も続いてるし、全然関係ない。はい、じゃあ次いきますよ。えいや、次は2014年からですね。来年だ、来年だじゃん。翌年、翌年なんだ、翌年に行けんの、翌年、翌年が痛かった。早すだけ過去してる。本当だよ、めちゃくちゃ過去してる。いきますよ。かわいい俺。問題です。2014年6月15日は何がリリースされましたか？もうそんなの、はい、6月15日リリースですか？だって最初でしょ、あれでしょ、うん、2014年6月15日のリリースです。あれだよ、あれだよ、あれだよ、どれだよ、ジェイさん、あれだよ、あれだよ、ジェイさん、だってウェバーのリリースだよ。だプレイボタンもリリースって言わないって、そっち、そういうのはせーのなんて言ってもらっていい？せーの、プレイボタン。絶対ファーストデーだったでしょ、絶対ファーストデーだったでしょ。よっ、タカ君、よっ、そういうのはせーのに言ってもらわないと面白くないんで。まあ逆に面白かった。いやだから俺曲名かと思ったの、はいはい、あー、プレイボタンの一発目って何出してるの？ビートザブラックでしょ、うん、そう、ビートザブラック。そうか、6月15ウェバー初音源媒体プレイボタンのリリースが6月15、これがビートザブラックですね。あの、はい、MV でしゅうちゃんが女の子はべらかしてるやつ、はべらかしてたかどうか分かんないけど、なんかそれは言われますけど、それはね世にどこも出てないんですよね。あ、そんな言ってるけど、でも J さんのパソコンに入ってるらしいね。あ、いる、あの俺昔のデータ結構持ってたよ。なんかそれ丸ごともらいたいね、欲しいよね。なんかあのまだ俺がウェバーに入る前のみんなもあるよ。それ欲しいんだけど、何やったら。はい、次いきますよ。はい、2014年から問題です。2014年9月30日はい、何があったでしょう。わかったー。これは、え、何々がスタートですね。わかった。は9月30日。わかった、はい、何々がスタート。それこそ、はい、うん、はい、OK。 あ、待って、これじゃねえな。お、始まったんだよね。何々がスタート、うん、せーの、ウェバスト。おっと
別れたぞ今。はい、タカ君。ファンクラブ。ファンクラブ。え、ジェイさん。ファンクラブ。ウェバスト。ウェバスト。うん、正解は、2014年9月30日。ウェバーストリームスタート。イエーイ。これ、これはウェバーストって言った。はいはいはい。ごめんごめん。大きいものに巻かれるなよ。そうか、プレイボタンの後にやってんだ。そう、ウェバーストはね、同時なイメージやった。そうだよ。よくその同時なんだ。だからここで我らが石ドラゴンと繋がるわけですよ。はいはいはい、石 D ね。石 D 今でもちょっと仲良くさせてもろてますけど。そう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 、最近よくドライブ行ってるよね。ドライブとかドライブ行ってんの。お散歩したりしてます。もう老後の生活やね。もうあの本当に15分だけ喋って終わるとかすごいね。まあそんなこともありましたね。ウェバーストリームがスタートしました。イエーイ。で続きまして2015年から問題出します。問題、2015年2月14日、はい、こちらは何でしょう。これはもうあれです、はいはい、これはもうあれです、はい、あ、もう満場一致ですかね。はい、満場、はい、いきますよ。せーの、マスカレードビターナイト。そっち言うな。マスカレードビターナイト。じゃあ、3人ともマスカレードビターナイト、うん、キネマって言っちゃった。ああ、まあまあそういうことでね、うんうんうん、正解は2月14日マスカレードビターナイトシリーズスタート。こちらが2年後とかなんだね、決戦して。そう、意外と。でも2015の頭よ、ね、だから1年半かな。2013年の半ばだったから、すごい続いちゃってんね。続いてるね、今も続いてる。いい、ね、これは本当にみんなが最高だ、ね、最高だぜ、みんなのおかげだぜ。ねえ、この日は1日1公演で終わったけど、今は3日5公演とかやってるじゃない、うん、もう本当に皆様のおかげで、本当にそれこそご長寿じゃないけどさ、そういうシリーズになってきたなと。そこで俺はギターを初めて弾いたのか。そうだよ、もう泣きながらね。泣きながらなんだっけ。泣きながらではないよね、うん、終わった後に泣いたんだよ、ナッポさんと、うん、MC 中に泣いてなかったのって。そうだから、 MC 中にナッポさんと一緒に泣いてたもんね、うんうん、でなんかナッポさんがハンカチだし、すごいいいシーンになってた。いいシーンだろうが別に。おい。それはい、っていうのがねスタートしました。続きまして問題です。2015年5月13日は何があったでしょう。こちらもリリースものでございます。2015年、え、これはあれなんじゃない。5月13日、うん、はい、あ、これはあれだと思う、うん、せーの、はい、ファーストデイ。ファーストデイ、うん、正解でございます。ウェバー CD ファーストシングルファーストデイが出ました。こちらでね、プレイボタン第2弾って言ったらほん殴ろうかな。プレイボタンはね、意外と2014年のトントントンってトントントンって出た、うん、そう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 、そういう、シングルが出て、こっからね CD をこうどん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 出していくわけでございますけれども、こっから2016年に入ります。はい、うん、問題、4月の1日から3日にかけてウェバーはある場所に行っておりましたが、それはどこだったでしょう。あ、これは多分あれです、うん、はい、行きましょう。いや、全然思いついてない。多分あれだよ。あれですか。あれでしょ。あれだよ、もうかもしんないね。あれ、え、たかもうなんか思いついてはいる。1から3、うん、4月の1から3、はい、3日間も3日間行ってましたね。あー、いいよ。あー、はいはいはい、せーの、はい、長崎か沖縄。おっと、分かりましたね。沖縄、長崎。俺も沖縄ライブ。でも沖縄ライブって沖縄のファンクラブツアーじゃない。そう、それがあれって福岡沖縄だったっけ。あれ、じゃあ長崎沖縄じゃなかった。あ、違う、何、福岡沖縄じゃない。あれ、正解言いますね、うん、正解はシャープウェバー福岡沖縄ライブですね。で3日目が福岡の、あ、沖縄のファンクラブツアー、うん、ってことで、ここがもうつながって、もうみんなでこう大移動した。そうだ、それがね、あの歴史上言うね。大移動ですよ。大移動ですよ、ウェバー大移動です、ね、はい、南行けるところまで、あ、やってるよ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。今日は事務所で撮っております。こういうことも多々ありますという、シャープウェバー福岡沖縄があったわけなんですけど、これ4月ですね、2016年の、はい、うん、もう一問2016年から出題します。問題、2016年7月3日、これはウェバーとしても大きな発表がございました。4月3日、はい、あれです。わかりました、うん、せーの、メジャーデビュー。おー、大正解でございます、ライブツアー宝物の追加公演にて、ウェバーメジャーデビューを発表しましたということで、ここでも大盛りなだですね。いいな、まあ、ただ、発表、種類が違う、種類が違う、発表なだ、種類が違う、うんうん、沖縄を、ハプニングなだ。
ハプニングというか。っていうか。うん、事件。そうだね。事件というか。うん、本当にね。事故。でも楽しかったよね、沖縄もね。楽しかったね。すり替えたよ。やっぱね、ライブも楽しかったよね、宝物ね。そうだね、メジャーデビューも発表できて、こっからね、レーベルに所属というか、そっから CD を出す。うん。嬉しかったもん。嬉しかったよね。夢叶った。本当ですね。あの瞬間。はい、という2016年でございました。はい、次2017年いきます。こっからまあちょっとずつ思い出してこれるのかなというところでございますけれども、うん、2017年は1月の27日です。あ、何かがスタートしました。はスタート1月27、2017年1月27日何とかがスタートしました。ちょっと待ってね、全然いい、え、なんかちょうだい、え、あれかな、いやいや、これかな、今も続いてるみたいなやつ、今は続いてないです。はい、ちょうど終わりました。あ、ちょうど、ちょうどっていうか、ちょうどっていうか。2017年。はい。え、なんだ？知らねえ。あ、実は、初の、あれか、うん、あれか、あれだ。初のプルプルプル。わかったわかった。はい。もう、わかった。オッケー。いける。せーの。知らん。知らん。知らん。おっと？なんて？知らんの知らんは出た。知らん。知らんは出た。たかが？アドベンチャー。アドベンチャー。全力ウェバーランド。全力ウェバーランド。2017年だっけ？正解は、2017年1月27日あ、全力ウェバーランドスタート、はいアドベンチャーは1月21と29です。1月21か、21と21と29回が、アドベンチャーだったんだけど、27日は全力ウェバーランドで初冠番組を僕らが、もうあれをだって1回目の放送も昨日のことのように覚えてるよ。はい、という全力ウェバーランドがスタートしたのが1月27日でした、はい、またこの年から1個出しますけれども、お、2017年の始まるね、9月3日、これウェバーとしてもこれも初めての出来事でした。9月3日、9月3日か、はい、あー、わかった、初のプルルデビュー、わかった、はい、プルルウェバーいけます、大盛りいけます、あー、あれだ、あれあれ、絶対あれ、それその年だっけ、あー、そうね、その年だ、はい、あれ、なになになに、お、いきますか、なになに、いいよ、2017年です、うん、9月3日、せーの、僕らの知らない事件、ライブ、ライブ、ラブ、なんだっけ、あの、LL、 今夜も LL、 僕らのライブ大事件、ガッチャンコラブガッチャンコラブ、ガッチャンコラブって詳しく聞かせて、何、何ガッチャンコラブ、正解は9月3日今夜も LL 僕らのライブ大事件のスクリーンデビューですね、うん、はい、今すごいメディアデビューして、あの時の表題なんだっけなみたいな、そうなんですよ、大切な人だと思って、スクリーンデビュー初の舞台挨拶っていうのがありましたね、舞台挨拶ね、覚えてますか、赤のベロアで、覚えてる、全く覚えてないかも、あ、ほんシネマでね、そうシネマであんな経験なかなかないもんね、それこそやっぱりそのアドベンチャーのあの映像のそうシーンを使ってライブと、あとうちらのそのドラマがこう、それこそガチャンコ、セリフ頑張って覚えてたじゃん、セップの時、そうだ、うん、あれだって前の日に渡されたんだよ、あ、そうだね、結構長ゼリー A4 サイズでびっちりびっちりそうだね、よく覚えたよね、だからあの東京公演のお客さんは何テイクかファーストデイ見てるもんね、そうだね、うん、そうだ、そっからセリフも何回か、そうそうそう、やってね、そうだ、全部終わった後にライブ終わりにそれをやるっていう、そうそう、鬼畜なことやってたな、だからすごくこう貴重な体験だったよねあれもね、本当前日じゃん、前日じゃん、覚えて、うん、俺もう覚えられた時っていうか言って大丈夫だったじゃん、うん、覚えてたじゃん、うん、俺も自分キムタクかなって思ったもんね違うよ、あ、違うか、うん、よかったよかった、違うよ、危ないはい、というね、9月3日、スクリーンデビュー&初舞台、初の舞台挨拶っていうのを経験して、うん、2018年に向かいます。2018年、4月30日。あー、何があったでしょう。2017ぐらいからの記憶がないのかも。18年。結構さ、盛りだくさんだったもんね。まあ、ウェバーというか、ウェバーの中の2人が何かやりましたね。は?2018年でございます。2018年。まだコロナになる前。あれじゃないの、はい、あれ、ちなみに場所はモーフ東京で、あ、俺多分あれだと思う、あー、いけるいける、はいはい、いいよ、お、行きますか、うん、2人でやったのね、2人で、せーの、音楽、おー、正解です、すごい、タカとスキートの音楽というのが4月30日に、ボリューム2やろうねって言ったきりのやりたい気持ちはいっぱいあるんだよね、そう、ただやっぱりこう
やっぱこういうご時世もあったし、なんかいろいろね、考えることもあって、ちょっとできてないんだけど、ゆくゆくはやろうね。やりたいですね。やろうですね。もう、あなたも参加しないよ、そしたら。そしたらほら、二人でやる意味がなくなっちゃうじゃん。俺が入っちゃったら。そん時ないじゃん。逆に、タカとハヤトがあってもいいし、今後ね、そうそうそう、今後の話よ。音楽っていうなんかイベントにしていきたいね。あ、そうだね、うん。なんかそういうのをやっていきたいなっていうのがあって、これが4月30日にありました。うん、そして、2018年からもう一個。11月9日。こちらも、ウェバーから二人で、とあることをやりました。ああ、わかったわかったわかった。わかった。わかったわかった。わかんない。これはわかんないわ。2018年11月9日ですね。2人でウェバーから2人出てます。いや、これはね、当てれたらすごい。これ、あ、不義になっちゃった。危ね。危ね。え、マジでわからん。ね、まあまあまあ、まあ、これで俺が間違えてたらすごい面白いんだけど。そうだね。11月9日。これで当てれたらすごいと思うよ。って思ってる。うん、いや、すごいと思う。え、そんな言われたら当てたくなっちゃうよ、ね。当ててよ。全然わかんない。そういうゲームだよ。全然わかんない。じゃあ、あと、カウント5でいきますね。これなんて言ったらいいんだろうな。え、マジでわかんない。5!4、3、2、1。いきます。せーの。ワークショップ。わかんない。わかんない。タカも、もう、ワークショップ。うわ、ずりー。あ、いや、ちなみに、そのワークショップ、誰が言ってた？スキートとジェイさん。うん。正解は、11月9日、日本体育大学大岡中学校高等学校の体育館新設式典に J とスキートが参加しました。あ、ここで、そこの生徒さんにレッスンをするっていうのと、あと、体育館が新しくできたので、それの、なんて言うんですよ、式典に、出させてもらって。そこでショーもして。そうそうそう、ショーもしたね。実技を通して。なんかダンス部みたいなのがあって。そうそう、そこでね。俺らもなんか頑張れば踊れたのにね。呼ばれてねー。うん。でも呼ばれたかった？うん。まあ、今となっちゃうね。今となっちゃうか。はい、っていうのが11月9日ありました。はい。で、2019年に移ります。はい。はい。もうこっからね、もう結構佳境ですけれども。4月7日。4月7日に、ウェバー、プルルがスタートしました。スタート？はい、はい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 。お、いける。いける。いきますよ。せーの、ウェバラジ。おー、ラジオ日本ウェバのウェバラジがスタートしました。うん、素晴らしい。ラジオ日本ウェバのウェバラジ。ウェバのウェバラジがスタートして、まあこれは今終わって、こうやって YouTube で今放送してるんですけれども。FM924、AM1422。おー、すごい。そう、染みついてるもん。染みついてる。いっぱい言ったからね。いっぱい言ったよ。あー、もう、これが確か1年半、2年ぐらいやったのかな、ウェバラジ。ラジオ日本さんで。ね。丸1年やったね。丸1年やったね。そうそう、やっぱりこうコロナの影響がなかったらもうちょっと続いてたかもしれないって考えるとちょっと悔しいですけど、うん、でもこうそこでこう培ったこう経験といいますか。でもそうだね、うん、何こう長い方なんでしょ、長くできた方だ。そう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 、なんかね、言っていただいてね、嬉しかったですね。またちょっとね、戻りたいねっていう話もこの時させてもらったんですけど、うん、今こうやって YouTube でねやれてるということで、はい、これがウェバラジがスタートしたのが4月の7日です。で、2019年からもう一個、10月13日。こちらウェバーで、とあるものに出演しました。覚えてますでしょうか ?10 月13日。2019年。10月13日。いや、わかんねえ。ちょっと待って、これ読み方とあるもの、読み方が難しいってやつ、はい、やべ。やべ。ヒント、スラッと言っちゃった今。読み方が難しいってやつね。出たんでしょ？はい、出演でございます。え？19年10月13、2019年10月13。待って、19年って、わかんねえ。これって何、初めて出てる？初めてですね。ああ、わかった。こういう雰囲気に出るのも初めて。あ、結構これ大きなヒントかもしれないですね。こういう雰囲気に出る、うん、ああ、なんだろう、なんかでも一個目標とかでもあった。うわ、こういうのをやりたいよねみたいなのをちょっとみんなでこうわちゃって言ってる時に、うわ、本当に来たみたいな、そうなお話でしたね。俺それだったら覚えてるはずだけど全然覚えてないね。場所も覚えてるわ、場所もってか、なんか、うん、景色も覚えてるわ。おお、分かんない。野外でしたよ。うん、あー、分かったかも。じゃあ行ってみる。行きますよ。あれ、せーの、学祭。学祭。ごめん、2って何？学祭って何？2って何？ごめん、マジで気になるわ。野外で
あ、肉フェス肉フェス。肉フェスもあったね。はやとはもう出てこなかった。わかんなかった。正解は、兵庫医療大学学園祭、海峡祭というものにウェブは出演しました。そっか、あれ10月だったんだ。10月でした。なんかさ、俺、台風で行けるか行けないかみたいになってたじゃん。そうそうそう。だから俺、もうちょっと夏頃かと思っちゃった。うん。9月とか。で、意外とその日の昼ちょっと暖かくて、行ったはものの、夜寒すぎて俺とハヤト凍えて帰るっていう時期。ブルブル震えたもん、ね、そう寒かったな。でも楽しかったっすよね。楽しかったね。学園祭ってああいう雰囲気もさ、なんか出たいねとか言ってたじゃない。だからこうやって出れたことはすごく嬉しかったし、今後ともぜひ、お待ちしておりますということで、2019年10月13日は海峡祭にウェーバーが出演しました。そしてもうラストですね。ラストっていうかもう最後の方になってくるんですけど、2020年、そう、最近の話になってきます。2020年2月20日ですね。この日何があったでしょうかということで。2月20日？うん。2020年の？なんか、今までの問題に比べたら、ちょっとまあちっちゃいっていう言い方あれですけど、でもなんかこの日を境に減っていったよねっていう。ん？ 2020 年ですよ。もう世の中がああいうね、ことになり始めたぐらいですかね。2020年2月20日でございます。いけますか？わからなくても全然大丈夫ですよ。うん、いきますよ。せーの。台湾？いや、マジでわからん。わからん。あれ。絶対乗っかろうとしちゃう。わからんってことでいいかい。え、なんか台湾、渋谷で台湾出てから減ってった気がしたから、台湾かな。正解でございます。2020年2月20日は台湾ライブ、シェイクヤバディっていう、本当に渋谷の、地下のとこで、やっんですけど、それを皮切りにもコロナの影響でその後予定してたライブとかイベントが軒並み中止になったっていうことがあったんで、まあ、ちょっと問題にしてみました。はい。だってツアーとかもなくなっちゃったもんね。そうなんですよ、2020年結局 できなくてねっていう、ちょっと悲しみに暮れる年なんですけど、11月27日ですね。2020年11月27日、はいはいはい、こちらも結構やっぱこう僕ら的にはショックと言いますか、本当に大きな出来事と言いますか、今まで危ない、何があったでしょうか。え、11月27日です。ショックな出来事。ショックな出来事。ショックですよ。だいぶショックですよ。そうなの、うん、あんまりじゃあいいことではないってこと。いいことではない。うん、そうですね。できればその出来事はなかってほしかったと言いますか。なかってほしかった。うん。あ、これじゃない。お、あー、でもなんかそれっぽい。ハヤトの目見るとそれっぽい。これじゃない？うん。2020年11月。いや、もう配信やってんの。そうね、もう配信系がずっとこう、なんだろう、普及してきての時ですね。なくて欲しかった。うん。待って、わかんない。あー！え？これかな？え、ちょっと不安になってきた。できれば、そう。できればこの出来事はなくて、今もなお、存在しててほしかった。ああ、分かった。分かった。多分これです。分かった。うん、それ、その言い方なら多分これ。分かった。絶対嘘よ。いきますよ。はい。せーの。上原寺最終回。毛布東京がなくなっちゃった。毛布東京が。そうかも。正解は、サンキュー毛布スペシャルライブということで。そうだ。毛布東京が、実は11月の30日に、泣く泣く、うん、はい、毛布さんが、なくなっちゃうっていう、その3日前にね、そう、プランチャイムを代表してた。あのセトリエモかったよな。エモかったよね、あの時やってた。だってビートザブラックとか、安倍さんちょっと泣きそうになってたもんね。安倍さんっていうのは毛布さんの店長さんね。店長さんね。店長さんっていうか、まあ、そう、お代表というか、お代表というか、うん、いやーもうね、やっぱコロナになってからこうどんどんこういろんなものが減っていく中で、うちらがめちゃめちゃこうお世話になった場所も、うん、そうだね、ねえ、なくなったってっていう、まあ、なくなっちゃってるんだけど、なんか俺らの中で ね、俺らの心の中にずっと毛布は生き続けてるよ。そうなんですよ。もう毛布さん様々でしたから。そうね、毛布さんがないとね、今のウェバーはないと言っても過言でもないのでね。本当にだってお客さん10人ぐらいの時から毛布でさ、イベントやらせてもらって、そうそうそう、玉浦とかさ、そう、台湾にも ね積極的に呼んでもらって、今の僕らがあるのでね。ということで、2020年はまあやっぱコロナの影響があった年になりまして、はい、次2021年になります。2021年の4月4日、うん、こちらは何があったでしょう。4月4日、去年の去年です。
全然覚えてない。言い方で言えばウェーバーのプルルルがスタートしました。あ、去年。うん、分かった分かった、うん、分かりません分かりません。じゃあちょっと、うん、行こう、うん、せーの、ウェーバースの YouTube、 これこれ、うん、だからウェーバースウェーバースウェーバースとかなウェーバースとかな。そうだハヤトは分かんない分かんない。YouTube 版ウェバーのラジオがスタートしましたということで、ありがとうございます。本当に今聞いてくださってる皆様、去年からやってんだ。そうなんですよ、今も続いております。始まっていく。はい、そんなウェバーのラジオが YouTube でもこうやって皆様に聞いていただいているということで、はい、まあやっぱ続けることは大事だなと思いつつ、うんうん、ね、今後もねウェバーラジオは続いていきますので、はい、今後ともぜひ応援そしてご視聴のほどよろしくお願いします。ということで、以上ウェバーのそんなことあったね事変でした。ありがとうございました。ウェバーのこんなそんなことですね。はい、なんかもういろいろやってきましたけれども、ちょっとねもうお時間もあれなので、はい、ここでエンディングをさせてください。はい、ということでウェバーからのお知らせです。6月6日 YouTube ライブ音楽トーク番組トーキンアバウトにウェーバーの出演が決定しております。はい、明日ですね。配信時間は19時から21時予定です。まあそのうちの一コマでウェーバーが、出演予定ということです。番組後は、トークポートもございますので、皆様1対1でねお話ししましょう。よろしくお願いします。そして6月12日日曜日、ウェバースペシャルライブエボリューションの開催も決定しています。場所は渋谷のビーツ渋谷にて行いますが、こちらは会場のチケットが、ソールドアウトしておりまして、配信のチケットがございますので、ぜひそちらもチェックしてください。お願いします。そして7月22日金曜日、パパイヤ鈴木のヒッピーハッピーダンスにリトルスキートの出演が決定しております。出演がパパイヤ鈴木さん、電撃チョモラマタイさん、ウェバーからリトルスキート、エンビーガブリエラからカミュ、梅坊から塩野拓也さん、パイレーツオブマチョビアンさん、アンドモアということで、場所は渋谷のオーイーストにて行います。ハヤトからもあるのかな。はい、僕が今年の3月から4月にかけて、はい、出演させていただいておりました、銀河劇場プロデュースブルーピリオドザステージのブルーレイ発売が決定しました。はい、11月11日に発売予定です。予約はもう、受け付けておりますので、皆さんホームページの方からチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。ということでウェバーのラジオ今日はここまでです。たくさんのコメントもありがとうございました。来週もぜひ聞いてくださいね。それではウェバーイ、バイバイ。まだ見ぬ世界をチェンス、止まってチャンスチャンス、夢でさえ見えないなら Wake up more break on my way、 遥か彼方 Let's move in on、 惑わされるな Keeping up、 どんな時でも Let's move in on、 Go wake my way my way、 掲げた夢は嘘じゃないんだ No wayほら不定当のバカじゃないんだ。 Break it down, break it down、 踏み出せ、 Break it down, break it down、 立ち上がってどう